日本は長年にわたり科学技術分野で世界をリードしてきました。特に戦後の急速な復興と経済成長の中で日本の技術力は飛躍的に進歩しました。エレクトロニクス、自動車産業、ロボット工学など多くの分野で革新的な製品と技術を生み出し、世界市場での競争力を高めてきました。しかし、科学技術がどれほど発展しても、それを生かすための政治が適切に機能しなければ、その技術力も無駄になってしまいます。日本の政治が間違った方向に進み続ける限り、科学技術も衰退し、未来は暗いものとなるでしょう。そして、残念ながら、日本の政治が大きく変わることは難しいと考えられます。科学技術の現状と課題。日本の科学技術は依然として高い水準にありますが、最近では停滞や衰退の兆しも見られます。研究開発費の削減や大学や研究機関の予算不足、人材の流出などがその原因です。例えばノーベル賞受賞者の山中伸弥氏が指摘するように、基礎研究への投資が不足している現状があります。これは長期的には技術革新を阻害し、日本の競争力を低下させる要因となります。さらに日本の科学技術政策は短期的な成果を重視しすぎる傾向があります。政府や企業はすぐに成果が出るプロジェクトに予算を集中させ、基礎研究やリスクの高いプロジェクトへの投資を敬遠することが多いです。これにより革新的なアイデアが生まれにくくなり、長期的な技術進歩が妨げられています。政治の現状と問題点。日本の政治は長らく安定しているように見えますが、実際には多くの問題を抱えています。まず政治家の高齢化と世襲議員の増加が挙げられます。これにより新しい視点や革新的な政策が生まれにくくなっています。また選挙制度や政治資金の問題により、特定の利益団体や企業の影響が強く、一般市民の声が反映されにくい状況があります。さらに日本の政治は短期的な利益を追求する傾向が強く、長期的な視野に立った政策が打ち出されにくいです。例えば少子高齢化問題や環境問題など、長期的に取り組むべき課題については抜本的な対策が後回しにされることが多いです。これにより社会全体の持続可能性が損なわれ、科学技術の発展も阻害されます。科学技術と政治の相互作用。科学技術の発展には適切な政策と支援が不可欠です。政府が基礎研究や革新的なプロジェクトに投資し、研究者が安心して研究に打ち込める環境を整えることが重要です。また教育改革や人材育成にも力を入れる必要があります。これにより次世代の科学者や技術者が育ち、日本の技術力が維持向上するでしょう。しかし現実には政治の停滞がこれを阻んでいます。例えば大学の予算削減や研究開発費の減少は政治の意思決定によるものです。また科学技術政策が短期的な成果を重視する傾向も政治の影響を受けています。これにより日本の科学技術は長期的な視野を欠き、競争力を失いつつあります。政治の変革は可能か。日本の政治が大きく変わることは難しいと考えられます。政治改革には既得権益の見直しや選挙制度の改革、政治家の意識改革など多くの困難が伴います。また現状を変えるためには市民の政治参加や意識向上も必要ですが、これも一朝一夕には実現しません。例えば政治家の世襲や高齢化の問題は根深く、これを解決するためには選挙制度の大幅な見直しが必要です。しかしこれを実行するには現在の政治家自身が自らの既得権益を手放す必要があり、その可能性は低いです。また選挙制度の改革には時間と労力がかかり、その間にも科学技術は他国に遅れを取る可能性があります。まとめ。
日本の科学技術は高い水準にあり、多くの分野で世界をリードしてきました。しかし、政治の停滞と間違った方向への舵取りにより、その技術力も十分に活かされず、衰退の危機に瀕しています。科学技術の発展には、適切な政策と長期的な視野が不可欠です。しかし、現在の日本の政治が大きく変わることは難しく、これが日本の技術力の低下を招く大きな要因となっています。将来を見据えた政治改革が行われない限り、日本の科学技術は宝の持ち腐れとなり、衰退していく未来しかないでしょう。日本が再び科学技術の分野で世界をリードするためには、政治の大幅な変革が必要です。これには時間と努力が必要ですが、それを実現するために、市民一人一人が意識を高め、政治に参加することが求められます。未来の日本のために、科学技術と政治の健全な発展を目指す必要があります。